どうも、新村と申します。どうぞよろしくお願いします。あまり自己が大きくないものですから、すみません、マイクを使わせていただきます。今日はですね、バイオ音の発声もできるスイートバイオリンということで、皆さんにお集まりいただきました。ありがとうございます。ここにありますようにですね、バイオリンを使いまして、バイオ音を発声するんですけれども、実はこのバイオリンだけですと、オーディオの再生装置としては実は完全なものがございます。なぜかと言いますと、このバイオリンを非常に大雑把に言いますと、荒っぽく言うと、これをスピーカーとして使っているだけなんですね。ですので、これをスピーカーとして使った場合には、バイオリンの再生周波数帯域というのが、人間の声で言うと、だいたいソプラノを少しカバーするぐらいなものですから、それ以外の音域というのは実はカバーできません。ですので、今回はですね、前回の、白泉さん、非常に素晴らしかったんですから、帰り山さんにお願いをして、でこのバイオリンと一緒にコラボレーションをしていただけないでしょうかということで、今日はまた楓山さんの方に来ていただいています。楓山さん、ご紹介します。はい、ありがとうございます。でこちらでかけて